ヨハン・ペーター・エッカーマン。ヨハン・ペーター・エッカーマンは、ドイツの詩人、作家である。ゲーテのご半生に深い交流を行い、ゲーテとの対話を発表した。ドイツ北西部のハノーファー選定広告北部のエルベ川川口近くのビンゼンに生まれた。低い身分の家柄で、貧困のうちに育った。ナポレオン戦争に志願兵として従軍した後に、ハノーファーの陸軍省から秘書へ任命された。 1817年、25歳ながら、ハノオーファーのギムナジウムへ通うことが可能になり、その後ゲッティン現代学に進学したが、1年間法学を学んだ後1822年に当地を去った。翌23年、ゲーテに死に対する気候論文の総工を送ったことで、ゲーテの地偶を得た。その後すぐに、バイマルへ移り家庭教師として身を立てた。その後数年間、 バイマル大公の息子も指導した。1830年4月にはゲーテの息子、アウグストとイタリア旅行をしたが、10月にアウグストはローマで亡くなった。1838年にはザクセンバイマルアイゼナハ大公国の評議員の肩書きを与えられ、大公費の支所に任命された。1854年12月3日にバイマルで死去した。ゲーテとの対話は、 ヨーロッパの主な言語でも翻訳された。英訳版は、マーガレット・フラー版、ボストン、1839年、ジョン・オクセンフォード版、ロンドン、1850年がある。ゲーテは、エッカーマンに、彼の遺作の刊行を一任した。エッカーマンは、フリードリ・ヒビル・ヘルム・リーマーと共に1839年から1840年に、かけ刊行された。 ゲーテ全集の共編者でもあった。ゲーテとの対話と死に対する気候論文の他には一巻の詩集を1838年に刊行している。ありがとうございます。